では、最近読んだ本について教えてください。最近読んだ本は原田曜平さんの「これなんで流行ってるの？」という本です。内容はマーケティングについてで、自分が売りたいものを売るのではなく、人がどんなものを求めているかを考えて売ることが大切だというところになるほどなと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。